海洋無酸素事変は、海水中の酸素欠乏状態が広範囲に拡大し、海洋環境の変化を引き起こす現象。海洋低酸素事変とも呼ばれる。この状態の海洋環境は現代とは著しく異なることから、その詳細については解明されていない点が多いものの、地質時代には少なくとも数回が地球規模で発生し、その移行期には、 生物の大量絶滅が起きたと推測されている。油分を含む黒色結岩。魚とおぼしき化石の形がはっきり残っている。海面の不栄養化による白々グリーンレイクの不栄養化が進んだ表層部1976年にセイモア・シュランガー、ヒュー・ジェンキンスらにより初めて報告されたこの事変は 有機物が分解されないまま地圧等で編成されて生成された黒色結岩のような地層が旋回、深海を問わず海洋規模ないし全地球規模で同時に堆積していることから見出された。この地層の調査から過去に少なくとも3回の大規模な海洋、無酸素事変が起きたことが認識されている。この事象が起きると海底付近は無酸素状態となり、 有機物を分解する好気象細菌や動物が生息できない状態となる。海底へ沈んだ生物の死骸等を分解する。生物が海底にいなくなるため、沈んだデトリタスはそのまま堆積する。つまり、この事象が起きた年代の地層には大量の植物プランクトンや陸生植物その他の生物の死骸が分解されないまま堆積していることが特徴で。 そうした地層が特定の年代かつ広範囲にわたって見られることや、その容理の様子から海洋無酸素事変の発生が見出される。最近では、ジュラ紀前期及び北紀中3期間で認識されている。局所的な不栄養化や生物症の貧困化による酸素欠乏状態は現代でも見られるが、それが全球規模に拡大すると逃げ場を失った生物の大量絶滅が起こり、 生物多様性が著しく減退する。事実、その時代の地層から発見される化石の種類などからその傾向が見出されている。また、表層と深層の間で水循環が起こらない当時と似た環境を研究することで当時の環境を推定する研究もされている。例えば日本の神古式島、海池やアメリカ合衆国ニューヨーク州のグリーンレーク。 国会などの部分循環庫が該当し、こうした環境では、表層部に炭素固定を行う植物プランクトンや窒素固定も行うシアノバクテリアが生息するものの、ある水深を超える深層は、水の循環がない酸素欠乏状態となり、その境界部には、高食用細菌や、緑食用細菌などの嫌気性光、合成細菌が高密度で生息し、それより、下は、 硫酸還元細菌などの限られた生物のみが住む層になる。このような環境から類推すると、当時の海は後半にわたって硫化水素のような有毒物質も多く存在する環境であり、多くの生物が死滅する一因になったとも考えられている。火山活動現代の海流。赤色が氷層、青色が深層で、 ディープウォーターフォーメーションと書かれた部分で海流が沈み込んでいる。海洋無酸素事変が起きた直接の要因としては海洋表層部の生物の活発化、熱炎循環の停滞、陸地からの有機物流入量の増加などが考えられるが何らかの間接的なイベントがこれらを引き起こした可能性がある。その当時は地殻変動や火山活動が活発であり、 近くからの炭素噴出や生物の働きなどの影響で大気中の二酸化炭素濃度が高く温室効果によって地球全体の気温が現代より6セッ14度高い時期があり中でも極地の気温はかなり高くなったと考えられているこれらをきっかけとして生じた気候変動は一定期間続き数万年から数百万年をかけて徐々に 復元していくシナリオが仮定されている。温室効果によって気温とともに海水温も上昇していく。極地ほど温暖化の影響が大きく、海氷が溶けるとともに陸上の氷床も溶けて海へ流れ込んで海面が上昇する。氷床由来の塩分の低い水は密度が低く海水の上に滞留し、極地から深層へ流れている熱炎循環を阻害するように働き、 深層流が担っていた海底への酸素と熱の移動が停止する。海底には海中生物の死骸やそれを分解する海底生物への酸素供給が断たれるため、酸素呼吸していた海底生物は死滅し、死骸が分解されないまま堆積、化石化する。酸素の少ない水中へ没した植物の意外は分解されず、冷淡として堆積していく。 氷層海水温が上昇することで大量の蒸発を促し大気中の水蒸気量が増えたことで大規模な降雨を伴う低気圧が発達陸上からは土砂とともに大量の栄養素が流入して氷層の不栄養化を進める全海洋規模で海底では嫌気性バクテリアの発生を促しまた氷層では大気中の高濃度の二酸化炭素が 植物プランクトンの大発生をもたらし、光合成が活発化する。海洋中の二酸化炭素は徐々に消費され、大気中の二酸化炭素も海水中に溶け込むようになるため分圧が下がり、大気の温暖化効果を弱める。加速度的に起きた効果のため、今度は地球寒冷化が起き、極地で氷床が拡大していき、海面が加工していく。 真水の流入が減ることで比重が増した海水は、深層へ沈む流れを生じて、熱炎循環が復活。酸素は、嫌気性バクテリアを酸化する猛毒として、働き生物症を抗体させていく。つまりこの状態が、恒常的に続くことはなく、変化に、若干の振動を伴いながら、次第に収束する。体積層で発見される。 暗褐色や黒色のチャートには硫化物や炭化物を多く含み、その地域で無酸素イベントがあったことの痕跡とされる。黒色チャートの堆積期間や生物症の変化の期間などから、この現象の開始から収束までの期間は、おおむね数万年から100万年ほどであったと推定されている。また、研究者によってはこの間にも、数万年単位の短期の事変が繰り返されたと、 指摘する向きもある。1億年前からの二酸化炭素濃度変化。矢印部分は産業革命時点で自然要因では長期低落傾向と推定されているも実際には化石燃料起源の二酸化炭素により急増しており今後ますます増加するものと考えられている。この現象が起きていた時代の海底付近の地層は黒色結岩となるがこれは 当時の太陽エネルギーとに酸化炭素を用いて光合成を行った植物の死骸が分解されずに堆積したものである。こうした地層では当時の生物が分解されないまま残ることからその化石が良い状態で発見されることで知られる。さらに温度、圧力等の諸条件が重なった場所では石油や天然ガスの地層が形成される。 現代人が化石燃料として掘り出して使っているものはこれであり、つまり数千万年以上前の太陽エネルギーによって生成された有機物が濃縮されたものを取り出して使っていると言える。なお、人類はこの百年はあまりで埋蔵石油量の半分余りを消費したと考えられており、大気中の二酸化炭素濃度は当初の約二百八十 p p m から四百十 ppm ほどにまで増加し、今後はさらに増加すると見込まれている。しかし、現時点でも、極地での通る氷が加速しながら続いている、海流の減衰や一部大流が観測される、などの海洋無酸素状態が引き起こされる兆候が見られるとも指摘されている。ありがとうございます。